ルッパーツ方面は、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ群に属す町村である。ルッパーツ方面は、シュベービッシュグミュントの北約十五キロメートルのフリッケンホーファー高地に位置する。長域自体には、かなりの高低差がある。主有部は、海抜五百十一メートルに位置するが、クシュベンダーロート川の谷に位置する集落はこれよりも、かなり低く、平義日は、 海抜429メートル、ビルケンローエは海抜434メートルである。この町は、北はクシュベント、東はエシャフ派、南はテーファーローと、南西はドゥルランゲン、西はシュプライトバッハと境を接している。自治体としてのルッパーツ方ンには、主有のルッパーツ方ンの他に、ビルケンローエ、ヘイニヒシュタインバッハ、 トノルツブロンといった地区や多くの小集落、住宅地が属している。2015年現在の州統計局のデータに基づく。出土品は、フリッケンホーファー高地には、戦士時代から時折人がおり、おそらくは住んでいたであろうことを示している。出土品の時代は、紀元前1万5000年にまで遡る。入植自体は、3世紀以降に、やっと成功した。 ローマ帝国との国境地帯に住んでいたアレマン人がリーメスに追われてこの地に移り住んだのである。ルッパーツホーフェントとトノルツブロンの始まりは9世紀から10世紀である。しかし大きな入植の波は12世紀に訪れた。ルッパーツホーフェンはこの時代に小集落から村落に成長した。これはシュタウフェン家の家領の新設と関係している。この家領は フリードリヒ一世フォンシュタウフェンが開発を始め、老いのフリードリヒバルバロッサが完成させた。農民たちは工作可能な土地に変えるために森や荒地に住み着いた。自由な良い土壌の土地はすでに所有されていたため、入植者たちの多くはわずかばかりのさほど肥沃でもない土地を目にしただけであった。これを受け入れた農民たちは都市住民と同じように自由であった。 彼らは土着の人々の中で暮らし、労働し、自由な土地を所有した。自由の民たちは、ワイビールハブを形成するために連帯した。その本部は、ルッパーツ方ンに置かれた。14世紀の文書には、この連合体が、大ワイビールヒューブ・オブジェモンドあるいは、大ワイビールヒューブ・大ーフデム・バルデ・オブ・ローク・ジェリガン・イストと書かれている。ワイビールハブの施設は、ルッパーツ方ンを、 兄弟化させ、トノルツブロンをしのぐようになった。商人の売買台帳では、ルッパーツホーフェンは1344年に、初めて記述が現れる。15世紀のルッパーツホーフェンに関係する文献は、もっぱら商品の所有権関係について記している。1609年春、最悪がルッパーツホーフェンを襲った。不注意から30件を焼く火災が発生した。 1430年に最初の記録が残る聖ニコラウスに剣道された礼拝堂も焼け落ちた。これらは早くも1610年に再建された。1635年にはペストで212人の住人が死亡した。1785年の人口調査の結果は以下のようであったルッパーツ方ンにはリムプルク県に属す住民が68人。 ビュルテンベルク家に属す住民が60人住んでいた。現在のトノルツブロン地区では43人のリムプルク住民、23人のビュルテンベルク住民、1人のロルヒ住民であった。現在のヘイニヒ地区には36人のリムプルク住民が住んでいた。ルッパーツ方辺の歴史は修道院、先見本リムプルク家やビュルテンベルクの貴族家の間で繰り返される。 所領交換に、しばしば翻弄された。帝国クライスの所属もこれによって変わった。リムプルクは、フランケン帝国クライスであるが、ビュルテンベルクは、シュベービッシュ帝国クライスに属していたためである。1806年にルッパーツホーフェンのリムプルク部分が、最終的に、ビュルテンベルク領となり、シュルタイセライとして、オーバーアムトグミュントに属した。 1809年には、オーバーアムト・ガイルドルフに移管された。1938年に、グミュント軍に編入された。さらに1973年の軍の再編によって、オストアルプ軍の所属となった。1977年1月1日に、ヒンター・リンタール、平原ロイテ、アイゲン・ホーフが、シュプライト・バフ派に、ハーフェンタールが、アルフドルフに移管された。 ルッパーツ方辺の教会関係は長年の間平穏ではなく複雑であった。ルッパーツ方辺は初めテイファーロートの司教会であった。1679年頃にこの村はフリッケン方辺教区に属していた。30年戦争でフリッケン方辺の教会は消失し、再びテイファーロート教区に戻された。その後、ルッパーツ方辺のために2つの教会が成立した。 1835年に、ルッパーツ方ンは低ロートから分離され、完全に、フリッケン方ンと結びついた。1892年になって、やっと数期協会には常設の教区への移行を認可した。当時、ルッパーツ方ンに住むカトリック信者はわずかであった。教会記録簿などにはほとんど現れてこない。ヘルマンキスリングの書籍には、大理司祭。 フリードリヒレーベは1909年に我々と近隣のシュプライトバッハやツインマーバッハの教区教会との関係は我々は彼らを無視し彼らは我々を無視する関係すなわち良い関係でありますと報告書に記していると記述されている現在は福音主義教会の他に新使徒派教会の組織もこの町にある1806年から1809年まで ルッパーツ方面は、シュルシーゼリーとして、オーバーアムトグミュントに属した。行政改革に伴ってルッパーツ方面は1809年に、オーバーアムトガイルドルフに移管された。1938年に、オーバーアムトガイルドルフは廃止され、ルッパーツ方面は、シュベービッシュグミュント軍に編入された。1973年の軍の再編に伴って、この町は、 オストアルプ軍に属すこととなった。この町は1971年からムルトランゲンに本部を置くシュベービッシャー・バルト自治体行政連合に参加している。この町の町議会は住民の選挙で選出される11人の議員で構成されている。1919年まで町のトップはシルチスと呼ばれており、それ以後バーガーマイスターと呼ばれるようになった。 第二次世界大戦後の町長を列記する。ズ柄ガラ、青地に八本スポークの銀のスキシャ。その上に左向きに配置された銀のオオガマノハ。スキシャとオオガマノハは農業とルッパーツ方辺のかつての自由な農民。この町が1525年のドイツ農民戦争に参加したことを示している。青と銀はこの町の歴史に結びついている。 支援権フォンディムプルク家の紋章の配色である。街の旗の色は白から青である。1930年の非紋章的なシュルチス役場の印象は、イニシャルの R と2つの小さな家を図柄としている。2つの家は明らかに町名の一部である、法犯を表している。その後、アムトの印象にも縦型の輪郭内に家が描かれていた。 このモチーフは発展することなく公式な紋章に採用されたのである。1958年3月28日に町はバーデンビュルテンベルク州内務省から現在の紋章と旗の認可を得た。ルパーツ方編は1992年からザクセン州のゲーリングスバルデという町と姉妹自治体関係を結んでいた。ゲーリングスバルデは1999年1月1日に ボルケンシュタイン氏に編入され、この市が姉妹自治体関係を引き継いだ。ニコラウス礼拝堂制ニコラウスに剣造されたニコラウス礼拝堂はルッパーツ方ンの中心部に位置している。斜面に位置しており、低い重量感のある柱によって支えられている。この場所から地元の方言では、習慣的にケッペレという呼び名が生まれた。 この礼拝堂の最初の記録は1480年と1507年になされており、礼拝堂建設の年代は中世初期とされている。ステファヌス教会最も古い部分は、塔でおそらく14世紀の半ばに建設された。これに長堂として木造建築が増築された。この教会が現在の姿になったのは1500年頃である。 もともとロマネスク様式で建設された教会は、後期ゴシック様式に改築された。1997年から2003年に、この教会は、徹底的な修復が行われた。ゲッツェンロッホゲッツェンロッホは、侵食によって形成された洞窟である。この洞窟は、ルッパーツ方面の東約2 5トルのゲッツェバッハタールの横谷に位置している。これは、 柔らかい砂岩に開いた小さな洞窟である。この洞窟は硬い砂岩の包みの下にあった柔らかい砂岩が侵食され洞窟のくぼみが形成された。深さ4メートルほどの洞窟の終点に小さな湧き水がある。これがこの洞窟を作ったものと推測されている。ゲッツェンドッホはルッパーツ方辺からゲッンバッハの赤戸目湖に至る緑の象形自転車道。 ラインタールとフリッケンホーファーヘイへ収入路の近くに一致している。この洞窟は本軍で最も古い自然保護文化財の一つである。2004年から緑の小形自転車道、ラインタールとフリッケンホーファーヘイへ収入路が設けられている。この自転車道は全部で6つの周回コースに分けられ、それぞれに中間休憩所が設けられている。緑の象形に沿って、 約50枚の案内板が設置されている。中心となる出発点は、ルッパーツ方面のオストアルプ職業訓練所、またはスポーツ広場である。全長147キロメートルの自転車道、イディリッシェストラーセは、エシャッハから来て、トノルツブロン、ヘイニヒ、ビルケンローェを通って、町内を貫いている。ヤーコプスベルクの近くに弓障害コース、ザウリーアイコールパルクがある。 このシャユミ障害コースには50の的があり、それぞれ10個の的がある4つのゾーン、猫の森、クロコダイルの川、恐竜公園、熊の山に分かれている。他の10個の的はシャユミステーション沿いの緑の平地にある。4月の第1日曜日にケッペレスレースが開催される。2年間の中断の後、2011年に第11回のケッペレスレースが行われた。レースは、 年齢別、コース別に行われた。最も長いコールは1 0トル以上である。ルッパーツホーフェンは典型的なベッドタウンである。この町には約200人分の雇用があるが、600人以上が町外で収入を得ている。パーリングケーブル製造 GMBH は2007年にバーデンビュルテンベルク州の食物及び地方省による地方発展プログラムにおいて、 エルアプロジェクト月間賞を受賞した。ルッパーツホーフェンには基礎家庭学校1校ある。最寄りの本家庭学校はムートランゲンに、実家学校はラインツェルト・ムートランゲンにある。さらに上級の学校はシュベービッシュグミュントにある。ルッパーツホーフェンは有ンとヒルフェルパーツホーフェ EEV のオストアルプ職業訓練所の所在地である。ここは 自立の家庭にある若者に対し、職業生活に付き添い、支援することに集中している。2010年10月、この施設は創立60周年を祝った。ヨーナタン・ツェネック、ありがとうございます。